Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。I have got a mail from Mr. Reynaldo Luna, USA, in which he offers me help to make an investigation of Bryce Integrios Giant, a mail dated on October 3, 2016, in which he writes to me as follows. I live by the Blythe.I plan on going next week. Is there anything specific that I should look for? This sort of offer makes me the happiest. Oh, I wish I could do it, or I wish I could go to Blythe by myself to examine it. Thank you very much for your offer, Mr. Reynaldo Luna.私はレイナルドさんにですね、いくつか調べてほしいことを箇条書きにしてお願いしました。それに対して、わかりました。火の谷へも行ってみます。ブライスからは遠くありません。メサ・ベルデへは2017年の4月に行ってきます。ところで、マニと崖住居をあなたは知っていますか？広し林、浜松シティ、ジャパン。レイナルドさんが教えてくださったマニトークリフデュエリングス、マニトー崖住居へ皆さんを案内します。ここがマニトー崖住居です。崖の中に住居が作られているという意味だと思います。で、この住居を見てですね、真っ先に思い出したのがマリのドゴン族の、クリフ・デュエリングスということになります。
崖、住居ですね。崖の中に、まあ、住居が築かれているというわけです。インドのアジャンタの遺跡とも酷似しています。が、宗教施設ではありません。住居です。で、この住居について調べてみました。今も言いましたように、この住居はアフリカのマリのドゴン族の崖住居と大変よく似ています。で、今度は皆さんをドゴン族の崖住居へ案内します。これがドゴン族のクリフ・デュエリングズということになります。やはり崖を利用してですね、その中にこのような住居を築いたというわけです。マリのドゴン族については何度も説明してきましたが、大変、大変謎めいた民族であるということですね。そのマリのドゴン族の住居とマニ島の住居が大変よく似ているということです。ここでは簡単に比較してみます。上がマニ島です。USA です。下がドゴン、マリ、アフリカです。で、比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。作り方も大変よく似ています。まあ、崖の下にね、住居を作れば、まあ、誰々と同じように作ると言われればそれまでですけども、果たしてこれは偶然の一致なのでしょうか。上がマニ島、下が、まあ、ドゴン族の、まあ、崖住居ということになります。皆さん自身で判断してください。崖の中にですね、このような住居が築いてあるというわけです。見た感じも、大変よく似ていますけども、作り方のコンセプトもやはり同じということですね。まあ、日干しレンガなのか、まあ、岩なのかはわかりませんけども、そうしたものでこのように住居が作ってあるということです。円筒形の住居、そして立方体の住居、直方体の住居がですね、まあ、このように組み合わさって建てられているということです。屋根の作り方は全く同じですね。まあ、これをどう理解したらよいかってことになります。そしてここにですね、いわゆるまあ、ドゴン族の特有のですね、まあ、木の棒が刺してある点に注意してください。同じようなものがですね、両方にあるということです。もうこれも偶然の一致かということになります。上がマニ島ですね。家の壁に、まあ、木材だと思いますけど、それがこのように突き刺してあります。あるいははみ出ています。下はドゴン族のそれですが、やはり大変よく似ていると、あるいは同じと私は判断します。お互いに影響し合っているのでしょうか、ないのでしょうか。林浩氏のナスカ理論を使って調べてみます。ナスカです。で、この右下から引いてきた線は、これはマリ、ドゴン族の先ほどの崖住居から引いてきた線です。座標はウィキペディアに載っていた座標を使いました。そこから引いてきますと、このように、まあ、細いですけども、滑走路が見つかるということですね。もう一度やっていますから、中部がご覧くださいね。この黄色い線です。少し見にくいかもしれませんけども、この黄色い線は、この滑走路と重なります。この滑走路を記憶しておいてください。今度は、マニ島から線を引いています。上から引いてきました。この黄色い線です。やや右より上から引いてきた線が、マニ島から引いてきた線です。やはり滑走路が見つかります。ただ、この滑走路は、
ほんのわずかですけども、見た目にはわかりませんけども、この滑走路自体を斜めに横切ってつながっています。まあ、少しエラーがあるということですね。まあ、見た目にはわかりません。で、先ほどの、マリから引いてきた滑走路と、このやや右寄りの中心点で重なります。つまり、私のナスカ理論によればですね、まあ、このように、ドゴン族のマリと、それからマニ島は何らかの形で、まあ、繋がっているということになりますけども、滑走路が、まあ、はっきり言えば貧弱で短いものですから、断言はできません。あくまでも参考的に、まあ、参考にしてください。が、ここで大変興味深い事実が浮かび上がってきました。右上がですね、マニ島です。そして左下が、プライス・インタグリオス・ジャイアントです。その新直線下に、あのメサ・ヴェルデ遺跡があります。これは偶然なのでしょうか？何度も精査してきたメサ・ヴェルデですけども、簡単に皆さんに紹介します。メサ・ヴェルデへ案内します。マニ島とプライスの新直線下にあります。エラーは4キロ弱です。これがメサ・ヴェルデの遺跡です。謎の遺跡ということになっています。やはりこのメサ・ヴェルデもですね、崖住居になっています。カリフ・デュエリングズになっています。そして同じように、まあ、円形の広場が作ってあるということですね。で、まあ、メサ・ヴェルデとマニ島は距離的には近いですから、百数十キロですから、まあ、似ていてもおかしくはないという範囲に入るわけですね。ですから、まあ、ここでは比較はしません。まあ、似ていてもおかしくない距離にあるということです。これがメサ・ヴェルデです。で、メサ・ヴェルデですね。そして、そのマニ島とメサ・ヴェルデは、ブライスで繋がっています。ブライス・インタグリウスは、これは道路標識です。バイ・林・ヒロシ施設です。それぞれの関節が、まあ、一つのポイントになっていまして、関節同士を繋ぐことによって、世界の拠点へと繋がっています。この向かって左側の上腕の部分は、メサ・ヴェルデを指しています。と同時に、言うまでもなく、マニ島を示しています。まあ、こうして、ブライス・インタグリウスは、方向指示として機能しているということになります。まあ、ブルーのラインと黄色いライン、それぞれの地点から引いてきましたけども、重なるのは、まあ、当然ということになります。そして、右上がマニ島、左下が、ブライス・インタグリオスです。そして、この黄色い線はですね、メサ・ヴェルデを、まあ、新直線下に横切ります。で、この赤い線がマニ島と、それから、ブライスを繋いだ線ですけども、その間のエラーは 3.5キロですね。ごめんなさい。たったの 3.5 キロです。まあ、進捗線下にあると見て良いわけですね。メサ・ヴェルデも広い、まあ、かなり広い範囲に渡っている遺跡ということになります。このようにして、ブライス・インタグリウス・ジャイアントとマニ島、それにメサ・ヴェルデ、さらにはナスカとは密接に関係し合っています。で、さらなる検証はですね、レイナルド・ルナさんの報告を待ってからしてみたいと思います。今は一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになりますけども、上のマニ島の遺跡と、そしてドゴン族の遺跡は大変よく似ている。まあ、酷似しているということですね。何かのつながりを私は深く感じます。まあ、今日はその程度で留めておきます。ブライス・インタグリオスの情報が入りましたら、またこの動画の続きを作ってみたいと思います。まあ、ここではですね、まあ、距離的に考えても関連し合うはずもない二つの、まあ、遺跡といいますか、文化、文明がですね、まあ、このような形で繋がっているということです。上は USA のマニ島です。下が、ドゴン族、マリのドゴン族の崖住居ということになります。作り方のコンセプトも大変よく似ているということですね。まあ、これを偶然というか言わないかは、まあ、皆さんの判断によると思います。
Thank you very much for your offer, Mr. Reynaldo Luna. I'm looking forward to hearing from you very soon. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Hello, Seri-san and my friends in USA. I would like to introduce myself a bit. I am Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and I am now at age 68 this year in 2016. I studied English in Melbourne University in Australia in 1970,But I haven't used it in my daily life after that for almost more than 40 years since then. Then I am afraid or scared if I can explain about my ideas properly in English here in this video. But I will try, or I feel I should do. First of all, I would like to say that it's easy to get surprised and say, it is incredible orUnbelievable when we see something or know something which is strange or unusual. But a more important thing is to unify this fact and then to weave up some sort of theories out of this fact. I mean, otherwise, we would get lost in the labyrinth of mysteries and repeat the same mistakes all the time again and again. Anyway, I will show youUSA in Nazca in this video, and I think I have to explain about my Hiroshi Hayashi's line theory before I talk about USA in Nazca. Through this video, you may know that this world has been calculated by aliens whom you may call gods, and we, human race, have got another version officially, which has beenhidden secret behind. It is another version of history which has been warped since the beginning days of human history. Hiroshi Hayashi's line theory from Easter Island to Giza Plateau, Egypt. では画面を見ながら説明します。今、林博士のライン理論の簡単な説明をしました。で、もう一度、この地球の上でですね、ライン理論を皆さんに紹介します。この緑の線はですね、イースター島とギザのピラミッドナンバー2をつないだ線です。そして途中にナスカ、新直線下にナスカがあります。そしてこの赤い線が赤道です。で、2本の線が交わり、ここにクロスポイントができます。こちらをウエストポールと私は呼んでいます。基準点中の基準点です。で、間の角度は 60.00 になるわけですね。赤道に対しては 30.00 になります。で、今右の方にウエストポールを移動させました。で、ウエストポールからティオティワカンに線を引きます。で、ティオティワカンですね。で、このラインに対して90度で北に向かいますと、モヘンジョダロに向かいます。そして60度で向かいますと、ギザのピラミッドに向かいます。まあ、このような位置関係にあるということですね。で、これは偶然によるものなのか、それとも人工的にアレンジされたものなのかということになります。で、やや狂いが生じますけども、90度で下に向かいますと、イースター島へと繋がっていきます。で、このティオティワカンを調べてみます。で、上からですね、モヘンジョダロからの線を引いてみました。で、このモヘンジョダロの塔からの線は、新直線に、ティオティワカンの参道を貫きます。すなわち、参道はまっすぐとモヘンジョダロを向いているということですね。
この参道のことを死者の大通りと言い、かつ、モヘンジョダロの意味はですね、死の丘という意味です。関係があるのかないのか。で、中心に今、ギザを持ってきました。中心にギザがありますね。そして緑の線がギザとイースターと、あるいはナスカをつないだ線です。で、この赤い線はテオティワカン。そしてモヘンジョダロと、テオティワカンをつないだ線が黄色の線です。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、モヘンジョダロとティオティアカンをつないだ線とギザの作る角度が正確に、これは本当にシャープに出てきますよ。60.0000 という角度で出てきます。そして、ギザのピラミッドのナンバーワンとナンバーツーの頂点をつないで、線でつないでいます。その線に対して、ティオティアカン、もしくはポポカティペティ山の方が正確に出てきますけども、まあ、ややずれが出るんですけどもね。まあ、正確に90度。すなわち、第1、第3のピラミッドは頂点を通して、ティオティアカン、もしくはポポカティ山の方を向いているということです。ポポカティペティ山のふもとに、ティオティアカンがあります。で、ポポカティペティから、ナスカの十字架、グランドクロスの縦線と重なります。そして右の方へ行けばモヘンジョダロ。角度は90度、45度という角度になって現れてきます。まあこれを偶然というか、あるいは人工的というかは皆さんの判断にお任せします。で、USA、インナスカの話をしたいと思いますけども、まず皆さんにいくつかの点を紹介します。ブライス、インタグリオスです。ここには奇妙な地上絵があります。ナスカの平原と同じ方式で描かれています。硬い岩盤の上に小石を敷き詰め、上からバーッと吹っかけて、こうしたラインを作ったものと、林博士は判断しています。これがブライス・インタグリオスの人間ですね。そしてもう一つここにカフキアマンドがあります。このカフキアマンドは、日本の大占領及び前方後円墳と同じ、天文観測所であったと林博士は判断しています。またそういう視点で、証明いたしました。で、ここにはそれほどそういったものは残ってないんですね。ただマウントだけですけども、コンセプトは前方後円墳と同じという意味です。そしてここにサーペントマウントがあります。なぜサーペントマウントが重要かということは、この後につなげて説明いたします。ここに蛇の模様があるわけですね。頭と卵に注意していただきたいと思います。尻尾のところにくるくると巻いた螺旋形があり、それから頭の間には卵があります。そして、その先にワシントン DC があるということですね。もう一度このラインを見ていただきたいと思います。ブライス・インタグリオスとサーペントマウント、それから中央に、カウキアマウントがありますが、真一直線です。カウキアマウントのエラーは、まあ、ほとんどないと言いますか、ゼロと林印は見ています。そしてその先にワシントン DC がありますが、ワシントン DC のやや北部を横切ります。で、まあ、このサーペントマウントから60度で、西に向かいますと、このラインが、いわゆる大占領に向かうということですね。ややエラーが出ますが。はい。で、この黄色い線が比叡山を通って、清水寺を通って、そして大占領を真直線に2つに割ります。注意深くご覧ください。すなわち大占領はサーペントマウンドを向いているということですね。なぜサーペントマウンドかということはこれから説明いたします。極めて重要な、まあ、ランドマークということ、いわゆる道路標識ということになるわけです。で、この角度がですね、北極に対して30度、正確に 30.0 です。という角度で、サーペントマウンドを向いているということですね。で、ナスカの USA について話を続けて繋げたいと思います。で、今、繰り返しになりますけども、ナスカの USA。で、ナスカには、それぞれの直線が集まっているということですね。まあ、関連性のある、いわゆる古代遺跡というのはナスカで、同じプラットフォーム、もしくは同じ場所から出発しています。まあ、これもその中の一例ということになります。そうした例を、まあ、皆さんにもすでに、2桁以上は皆さんに紹介していると思います。で、今、ブラスイントグリオスからですね、北に 0.0000 度行きますと、ここに、バリオフファイアがあります。燃える大地のように真っ赤な大地という意味です。そして、右の方にカフキア・サーペント、そしてワシントン DC へと繋がっていきます。で、まあ、ワシントン DC はですね、場所が先に決まってたということですね。何らかの遺跡があったと思われますけども、現在は大都会になっていますから消えています。そして、サーペントマウントから60度で引いていきますと、大占領をこのように2つに割ります。なあち、繰り返しになりますけども、大占領はサーペントマウントを向いて左行きますと、クロスポイントチャイナですね、アジアの基準点、そして右下行きますと、ルアペク山となります。このルアペク山はですね、坂船石の、まあ、のところにも描かれています。その証明もいたしました。で、これはナスカラインをチャートにしたものですけども、もう一回繰り返してみますと、左の下がですね、これがブライス・インタグリオスで上へ行きますと、バリオ・ファイアですね。真っ赤な大地です。サラディ・コイパサと同じです。まさに赤い
乾燥した大地ということになります。まあ、まさにこういった場所を好むエイリアンがいたということですね。そしてカフキアマウンド、そして右の方にサーペントマウンド。やや離れますけども、離れたと言いますか、ワシントン州の北部を通るんですけどもね、右がワシントン DC で、そしてサーペントマウンドから60度で引いてきた線が、大占領マウンドということになります。そして大占領は正確に、サーペントマウンドの方向を向いています。そしてそれぞれの場所からですね、ナスカに線を引いています。まずブライセンクリュー、イタグリオスですね。それから、バリオファイア。バリオファイアと、サラディ・コイパーさんですね、は同じ、まあ、環境と言いますかね、同じような環境であることは以前に証明いたしました。で、カフキアマウンド、サーペントマウンド、ワシントン DC、そして、大占領から、ナスカに線を引いています。そうしますと、これらの6つの箇所は1箇所に集まります。まあ、ここが林宏のナスカ理論ですね。で、すなわち、ナスカの滑走路はですね、こうして、それぞれの関連性のある遺跡を示して、逆に言いますと、こうしたラインを丁寧に調べることによって、どういった関連性があるかということは逆にわかるわけです。で、ここにありますが、これがブライスから引いてきた線。その同じ滑走路の右側は、バレオファイアです。すなわち、この滑走路は両方を示しているということですね。ここにあるのが、カウキアマウンドです。中部からご覧くださいよ。そしてここにあるのがサーペントマウンドです。ちょうどイングリッシュのところに、くるくるくるっと蛇の模様が後で、まあ、紹介します。が出てあります。そしてこれが、ワシントン DC、そしてもちろん大占領もあります。そしてこれは特に中央の3本の線はですね、等間隔に並んでいることに注意してください。で、ややワシントン DC が離れますが、で、まあ、緯度経度はここに示しておきますが、これはブライス、右の方からブライス、それからバリオファイア、大占領、カウキア、サーペント、ワシントン DC と並びます。で、結論ということになりますけれども、このようにですね、ライン、理論及びナスカ理論を使うと、古代の文明の謎が解けていくということです。まあ、こういった、もう一回繰り返しになりますけども、こうした6箇所からですね、ナスカに線を引きますと、同じ場所に集まるイコール、まあ、林宏のナスカ理論によって古代文明の関連性が、こうして、まあ、決められていくということですね。そして、カフキアマウンドと大占領マウンドは関係がある、すなわち古代の天文観測所であったという林宏の説と繋がっていきます。まあ、アメリカではね、カフキアマウンドは、お墓でないことは本当に安心しました。まあ世界のね、考古学者の先生とは何でもね、墓、墓、墓と言いたがるんですね。わからないものがあると、墓、墓、墓。もう聞き飽きましたね。それからもう一度繰り返しますと、ブライス・インタグリオス、カフキア、サーペントマウンドの話ですけども、まずこの、大占領マウンドですね。その、まあ大占領マウンドの、まあ、左の線は、これは後で、一番末尾にですね、ライン理論を、まあ、簡単に説明しておきますけども、クロスポイントチャイナへ向かう線です。正確に 270.0000 で、左の、側の西の方ですね、クロスポイントチャイナと繋いでます。そして右下の方が、マウント・ラペフです。ニュージーランド最大級の最も美しい火山ですね。そして、右上行きますと、サーペントマウントということになります。その間の角度は正確に 120.0。ややエラーはありますけども、まあ、1度以下の、ってますかね、0.5 度前後以下のエラーの場合は、私は00と計算しています。何しろ地球規模のことですからね。で、120.0 ということになります。で、こういう位置関係にあるということですね。で、さらに話をつなげていきます。で、大占領とは何かってことですけども、やはりこう、太平洋を挟んだ、いわゆるまあ、西側の基準点ということになるわけです。で、まあ、同時にですね、天文観測所として機能していたという証明も、すでに林宏がいたしました。で、これが大占領マウンドですね。で、ただそれだけではなくて、それから世界の、いわゆるまあ、基準点の中の基準点になっているということですね。で、ライン理論でもう一度簡単に説明しておきます。ここに今、大占領があります。そして、ロアペフさんですね。トガリオザンってんですね。現地の言葉でね。私はロアペフさんって覚えたんですけど、アンコールワットと、それからイースター島をつなぎます。このアンコールワット、イースター島をつなぎますと、ギザへと向かいますけど、アンコールワットじゃなくてプレアピヒアでもいいかもしれません。まあ、エラーはほとんどありません。で、途中にキナバルがあって、その間の角度は120度で、右上は東の方に登っていきますと、このラインがブライス、それからサーペントマウント、カオキアリとつながっていきます。そしてその先にワシントン DC があるということですね。何かしら大きな関係があるように思われます。ワシントン DC、先ほど言いましたように場所が先に決まっていたということになります。で、この緑の線に注意してください。このラインは、今、ブライスのインタグリスの上を通って、それからカフキアを通って、それからサーペントマウンドへと繋がっていきます。
で、これはサンペントマウンドも、それからあのブライス・インタグリオスも道路標識です。これも林博士説ですよ。で、ワシントン DC ということで、その証明もこれからちょっと簡単に説明しています。で、60.0、60.62 ですけどもね、西に向かいますと、これが大仙陵に向かいます。まあ、要するに、1020メーター地図の上ではですね、60、120という数字が頻繁に出てくるということです。まあ、エイリアンの使っている、いわゆる神々の使っている地球儀というのは、60度、120を中心とした1020メーター地図を使っていたということです。まあ、人間には使いこなせないと思います。で、この大仙陵マウンドですけども、これは比叡山、清水寺を通って大仙陵へやってきます。そして大仙陵は二つに割るということですね。なあち、比叡山はそうした基準点であり、清水寺は、まあ、はっきり言えば UFO の発着台であったということになります。で、ここが、まあ、大仙陵ですね。これが、まあ、ブローの線、横線が、これが、サーペントマウンドから引いてきた線です。となります。皆さんこう思われるでしょ。なぜサーペントマウンドなのかということになりますよね。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。いわゆる、まあ、エイリアンの中心地であったということになります。その理由はですね、後で説明します。で、ナスカ理論でもう一度説明します。先ほどの繰り返しになりますけども、まあ、何度もこうして精査してみてるわけですね。このラインがですね、大仙陵から引いてきた線です。そして、このラインがカフキアマウンドから引いてきた線です。大仙陵、カフキアはですね、このように関係しているということです。カウキアの方がなんか形が崩れてますけども、でも日本の前方後円墳だってほとんどが形が崩れてますからね、2000年近い年月が流れてますから、そしてワシントン DC、それから、というふうに繋がっていくわけです。で、プライス、それからバリオファイアは右の方にあります。で、この特にね、大仙陵、カウキア、それからサーペントマウンドのですね、等間隔に並んでいるところに注意してください。これらの線を正確にこの滑走路と重ねますから、皆さんも自分で線を引いて確かめられると良いかと思います。ここに緯度経図を示しておきます。そしてこのように、まだ、そしてですね、サーペントマウンドからのラインの入り口を見てください。ここにくるくるくると巻いてますね。これは、本によればですね、学者たちの意見によれば、螺旋模様とか、スパイラルと書いてありますけど、これスパイラルなんかじゃないんですよ。蛇なんですよ。頭があるでしょ、ちゃんと。ねえ。ってことは、これ蛇なんですよ。ってことは、いわゆるサーペントマウンド行くラインの上に、これは、この線行くと、サーペントマウンド行きますよ、ということを示してるわけです。サーペントマウンドはそれだけ重要なんですね。何かがありますね。下には。はい。ということに、まあ、いろいろとこう、まあ、楽しい空想力が膨らんできます。まあ、これも大仙陵マウンドですけども、これも、まあ、今見せ、極めて重要な拠点です。二重枠で囲まれています。まあ、地図の、ね、地上絵もそうですけども、重要な絵には二重枠を、で、このようにエイリアンは囲みました。で、これが、角度を今計算しているところですけども、ほぼ 120.0。まあ、正確に言えばね、110.29 ですけどもね。まあ、そういったエラーはあります。しかし、まあ、120と、林博士は判断しています。この270.00は正確に出てきますよ。プレアフィヘルと、まあ、まあいいです。これは、これ120.00という数字が出てきます。で、サーペントマウンドは何かということですね。実はこのサーペントマウンドは、極めて重要な道路標識であったということです。じゃあ、これはどうして道路標識かということなんですよね。それはこれから今順に説明しますが、これはですね、基準点をうまくそのカムフラージュしているか、点だけでわかりませんのでね、こうした蛇の形をして基準点を示したというふうに、林博士は判断し、その謎も解けました。で、サーペントマウンドの謎をこれから皆さんに話します。もちろん、by 林博士ですよ。まあ、どこかでね、同じような意見を見られましたら、林博士のパクリだと考えて、その方の方を疑ってください。その方の発表日付を、と私の発表日付を比べていただければわかると思います。もうこのサーペントマウンド、標識説はもう私が発表して3年近くなります。2年以上になります。まあ、ここが基準点。右下がブルーのところが基準点です。そしてぐにゃっと曲がってるコーナーがありますね。これが基準点なんですよ。今これから見せしますけど、その点が重要だということです。ちょうどぐにゃっと曲がったその山のところですね。山の頂点のところが基準点だということです。あと、地球はですね、二つこの点がないと全世界は網羅できませんから、もう一つは卵の中心ということになります。で、ナスカから線を引いてみます。ナスカからサーペントマウンドに引いています。この黄色い線がナスカから引いてきた線ですけども、このくるくると回ったところ、上の目のところを見てくださいね。綺麗に重なりますね。ただし、このサーペントマウンド、明らかにナスカを意識して作られたということです。次にティオティワカンから線を引いています。この、やはりぐにゃぐにゃっと回ったところと左下がそうですね。そして、コーナーのところと重なりますね。このようにして、このライン、点と点をつなぐと、ティオティワカン行きますよということを示しているわけです。そして北極ですね。で、北極はですね、北極はですね、まあ、この場所からもわかりますから、特に
というわけではありませんけれども、この目のところと、それからくるくると巻いた基準点とつながったそうです。それからギザのエジプトもあります。ギザのエジプトもですね、このくるくると曲がったところと、ここですね、このやっぱりぐにゃーっと曲がったコーナーと重なっているところに注意してください。まあ、こうして、まあ、2点を通ることによってですね、そして場所を示したということです。モヘンジョダロも当然あります。十分かご覧くださいね。で、モヘンジョダロはですね、3点取りましたけど、左の2点でいいですね。一番右の点はこれは私は間違えて打ってしまいました。ですから、この左の2点でモヘンジョダロを示しているので、マンガムのバックオフスはですね、トンコは分かりませんでした。ですから、一般で、普通はですね、私こういう調べてるときに、マガは必ず出てくるんですけど、どういうわけか、サーペットマウンテンに関しては、マガはありませんでした。で、カラクルム、蛇の王国ですね。歴代の王の名前は、みんなサーペントという名前がついています。スクロールサーペントとかね、いろんな名前がついています。キングサーペントとか。まあ、蛇の王国です。やはりこれ、やはりあるということですね。山のところにあるということです。それからイースター島もあります。で、イースター島もありますから、中部からご覧くださいね。このくるくると回ったところと、これはですね、手前のちょっと点の間違えたんですけど、もう一歩、もう一つ山の下の方ですね。今は一番上は間違ってます。で、今下の方で合ってますね。今この点で合ってます。で、2点でイースター島。今イースター島の真ん中央に書きましたね。このイースター島のところが正しい点です。やはりコーナーの角の、山の角のところにあることに注意してください。なあ、こういう形でサーペントマウンドは位置を示した。で、しかしこれでは地球の半球体部分しか表現できませんので、もう一つ左上に基準点があります。それが卵の中心点です。で、これがインディアンヘッドロックから引いてきた線ですけども、同じようになりますから、プレアフィヒアはですね、あるもないもない、もう基準点中の基準点ですけども、一応引いてみました。で、ないとは言いませんけども、まあ、このようにあるということですね。ちょうど、卵と、それからくるくると曲がったところの角にあります。頭の部分ですね。ですから、やっぱり大事だということで、もちろん大線量もありますよ。大線量マウンドから線を引いています。サーペントマウンドで引いてますね。そうしますと、綺麗にありますから、ご注意ください。注意してみてください。これはそうですね。それからこの場合は、卵の方が基準点になっているということです。まあ、コースローという世界、まあ、半球全、まあ、で、全地球を網羅できるということです。まあ、これはちょっと怪しいんですけどもね、カホキはもう、ね、ちょっと無理に調べてみたんですけども、これは正しくないと思います。まあ、これから先ね、いろんな研究が進んでいくと思いますけども、まあ、私、林博士の説によればですね、これは道路標識、あるいはその方向を示す重要なエリアだったということになるわけです。ただ、点だけではわかりませんからね、これは、蛇を模してですね、ぐにゃぐにゃぐにゃと書くことによって、2番目の山と、それからくるくる回るとどこどこ行くんだぞということを、まあ、エリアが知ったと思いますね。私は神々と呼ぶエイリアンです。今その点に点をつけてみました。このぐにゃぐにゃと曲がった山のところが一つの点である。そしてその点と右下のブルーの点をつなぐと方向を示すということですね。同じ方式で書かれているのはプラチナインタゴリオスです。これはサンアパスの巨人も同じ方式で書かれています。で、それから三三の大食材ですね。それも後で説明します。で、これがですね、こういった関節のところくねくねと曲がってる点が、これは基準点なんですね。そして2点をつなぐことによって方向を示しているということです。まあ、トップバッターはティオティワカンです。右の方からティオティワカンから線を引いていました。そしてこの2点がですね、ティオティワカンの方向を正確に示しています。メサベルでですね、インドの、まあ、洞窟寺に、とも大変コンセプトに似ている洞窟です。そして北極です。そしてモヘンジョダロもあります。まあ、このように、まあ、繋がっているということですね。まあ、ほぼこの、巨人はですね、北極並びにモヘンジョダロを向いているということになります。このようにですね、これギザですね、向かって左側の腕ですね、上腕が、ギザを示しているということです。これサンアパスの巨人の棍棒がそうですね。まあ、要するに、それからナスカの宇宙飛行士もそちらの方向を示しています。というように、まあ、重要な方向を示しているということですね。by 林博士ですよ。繰り返しになりますが、どこかで同じようなもうすでに発表なさっている人はいらっしゃいますけども、それをそちらの方がパクったんですから、どうかご注意くださいね。林博士がパクったなんて思わないでくださいね。本当にこの世界はね、早いですから。で、ギザ、それから、こちらが、ナスカ、それからイーサーアイランドときの赤道を横切ったところに、ウェスポールがあります。ウェスポール、イースポール。それから極めて重要なポイントですね。右30度で行きますと、エブベリーと行きます。まあそういった関係も、このウェスポールを中心として出来上がっています。そして左の方行きますと、ティオティワカンですね。で、ティオティワカンから90度で上がりますと、モヘンジョダロ。それから60度で上げますと、ギザと繋がっていきます。この辺りの数字は極めて正確に出てきますから、明らかに出ますが、これ偶然とはもう言えないですね。それから、まあ、まっすぐ下90度行きますと、イースター島へと行きます。
どういうわけだか、イースター島とそのモヘンジョロをつなぎますと、やや境地は感じずれるんですね。まあ、イースター島でちょっとまあ、はじめにエラーと言いますか、作り間違えたんじゃないのかと、配信者は考えています。そしてこれが、ギザナスカ、ナスカンスからイースター島をつないだ線と、それから赤道横切り線ですね。その間の角度は 60.00 になるわけです。そして、まあ、その小さい角度は 30.00 になるわけですね。そしてテルジワ、テオティワ海へと向かって上がっていきます。繰り返しになりますが、90度でモヘンジョロ、60度でギザとなります。こういう位置関係にあるということですね。そして、モヘンジョドロからティオティオカン、モヘンジョドロからギザは正確に 60.00 の角度になるということですね。で、ウェストポール、それからギザ、それからモヘンジョドロ、これも真一直線で並ぶんですけどもね。ですから、ウェストポール、いわゆるまあナスカの半極点はプレハフィアですけども、イースター島の半極点はモヘンジョドロややずれてますけどもね、地球が楕円球体のせいであることも一つの理由に考えられます。で、先ほど言いましたように、ティオティワカンの山道は正確に、モヘンジョドロを見ています。太陽の日没、あるいは日の出の方向を示すためだけのためにね、あれほど巨大な建造物は建てませんね。それから、頂点と頂点、第一、第三の頂点をつなぎまして、それを90度で行きますと、ティオティワカン、もしくは、ポポカティピティ山に行きます。ポポカティピティ山でつなぎますと、90.000 となるんですよ。ティオティワカンでほんのわずかエラーが出ますので、反対側135度に向かいますと、もう炎上だろうという位置関係にあります。まあ、これライン理論を簡単にこの部分のですよ、ギザを中心としたライン理論を今皆さんに説明しているところです。こうしたその基準点がですね、そうですね、地球上に3、4箇所ありますね。まあ、基準点の基準点ということになっているわけです。そして、ティオティワカンの山道は正確に、モヘンジョドロを向いています。逆にモヘンジョドロの塔からね、ティオティワカンに線を引いてみられますと、私の言っていることは正しいということを皆さんにも分かっていただけると思います。で、ティオティワカンの山道のことを死者の踊りと言いますし、モヘンジョドロは死の丘という意味です。これは偶然ではありませんね。で、モヘンジョドロは核攻撃を受けて滅んでいるということです。要するに、冒頭で英語で言いましたように、こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だって言ってるんじゃなくて、その向こうからいわゆるユニファイ、統合された事実を引き上げてですね、そしてそれを理論化していくということです。でないといつまで経ってもでね、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だということだけを繰り返して、そして永遠の、なんて言いますか、迷路の中で右往左往をしているだけということになります。まあそうしたね、方法で、まああちこちでも下がれてますけどもね、不思議だ、謎だ。そんな話はもう聞き飽きましたからね。まあ、これがイーストポールの、説明をしているところです。一応桜島でありますけど、高潮の目をとっても、ややずれるんですね。これね、半極点でもないんですね。ウーストポールと、悪いイーストポールはですね、ややずれるのはどういうわけかわかりません。で、私は北半球と南半球、ややずれた点で、3つの、いわゆるイーストポールを使っています。まあ、それぞれね、ややずれてくるわけです。まあ、地球が、これは楕円球体であるということだけではちょっと説明がつかないんですけどもね。で、モヘンジョドロから60度で上がってきて、北の方に向かいますと、ティオティワカン。それから、44.66 度で行きますと、ティオティワカンという関係にあります。ギザのピラミッドからね。まあ、こうした位置関係にあるということです。ですから、まあ、こうしたことをですね、偶然だっていうのも簡単だけども、それだけでは片付けられない、もうこうした事実が浮かび上がってきているということです。なわち、このようにですね、世界をですね、まあ、エイリアンたちの設計図によって線を引かれてですね、こうして出来上がってきたということになります。これが、林氏のライン理論ですね。まあ、ライン理論ということは、それを使ってですね、古代の謎を解くからライン理論って言うんですよ。ただ、このような関係になるからライン理論って言うんじゃないんですよ。はい。で、左がモヘンジョドロ、右がイースター島です。で、この大地というところも非常に怪しいわけです。特にモーリア島ですね。私たちは人口造成島と判断しています。そしてその直線上に、ガムがあり、それからルンビンがあるんですね。それからナマドール、ポンペイ島のナマドールがありますね。その間の角度60度で行きますと、ハワイからギザへと向かいます。それから反対の60度で行きますと、まっすぐとティオティワカンへと向かいます。間の角度は60、60、60となります。もうこれも偶然とは言えませんね。なので、ティオティワカンってのは人だけ、いません。モリアとは重要だってことです。オーストラリアのね、ウルル、イナージア、エアーズロックもティオティワカンの方向を見てますし、それから形状とはウルル、マントコナーズも線繋ぎますと、モリア島に向かいます。それから、イースター島、カーバー。イースター島とですね、ルンビンにつなぎますと、正確にカーバーの上を通ります。エラーは10メートル以内です。10メートルですよ。では皆さん、またよろしくお願いします。では、bye for now.